シーフィールド伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、スコットランド貴族爵位。オグルビ氏族の流れを組む、第四代フィンドレーター伯爵、ジェームズ・オグルビが1701年に除されたことに、始まり、現在はその女家子孫のオグルビ・グラント家が爵位を保持する。伯爵位は、デスクフォードのオグルビ教及び、フィンドレーター伯爵を前身とする。 1811年までは二つの白尺位は、継承権者を一つにしていた。オグルビ氏族の一員、ウォルター・オグルビは1615年に、デスクフォードのオグルビ教に助せられた。これが、シーフィールド系統、オグルビ氏族の尺位助尺の初室にあたる。その子のジェームズは、地教戦争の急戦に尽力した人物で、応答派と名役派との中を取り持っている。 その彼は1638年2月20日に、スコットランド貴族として、フィンドレーター伯爵及びデスクフォード教を授けられた。この助爵は、一族の長たるジェームズ・オグルビに先んじて行われたために、同人の激しい怒りを買っている。また、伯爵には、男子がなかったため、娘婿パトリック・オグルビに相続させるべく、1641年に、 爵位を一旦爵位を返上して再助爵を受けた。そのため、以降の爵位継承はパトリックの子孫によって続く。初代シーフィールド伯爵、ジェームズオグルビ、放送官僚として英達を遂げた。二大伯の孫の四大伯ジェームズは、スコットランド弁護士会に属した弁護士で、後に英達して、スコットランド法務次官やスコットランド大法官を務めている。 爵位の面でも上昇し、1698年6月24日に、シーフィールド施策及び、カレンのオグルビ教を授けられた。続いて1701年には、シーフィールド白爵リードヘイブン施策及び、デスクフォードカレンのオグルビ教に助されている。一連の助舎の背景には、スコットランド合同を推進する政府がオグルビの政治力を見込んで栄達させたという思惑があった。 その子の五大伯ジェームズは、スコットランド貴族代表議員や、スコットランド海軍次官を歴任した。官職スコットランド警察協に至っては、六大伯ジェームズまで、親子二代にわたって務めている。しかし、七大伯ジェームズが、このないまま死去すると、フィンドレーター伯爵くらい、デスクフォードのオグルビ卿くらい、デスクフォード協員は継承者を書き休止した。他方、 女系継承可能なシーフィールド伯爵位はまた重帝の第8代順段爵サールイス・グラントが相続した。この際に、グラント家は同じく女系継承によって、順弾爵位を世襲していたことから、この順弾爵位も伯爵位に従属することとなった。また、ルイスに死死はなかったことから、弟フランシス、その子ジョンへと伯爵位は継承された。伯爵家の旧邸宅。 カレンハウス。ジョン・オギルビグラントは、白尺位継承後、1858年8月14日に、連合王国貴族として、インバーネス・マリ州ストラスペイのストラスペイ男爵に移除された。ゆえに、白尺家は、自動的に、A 貴族院に議席を得ることとなったが、彼の着難医安は、生涯未婚のまま死去したため、男爵位は廃絶となった。 八大伯のおじジェームズは九大伯として、釈位を継いだ後、1884年6月17日に、同名の釈位、インバーネス・マリ州・ストラスペイのストラスペイ男爵を再創設されており、この釈位は現存する。その後、九大伯の孫にあたる十一大伯ジェームズが、男子のないまま、第一次世界大戦で戦死を遂げた。この際に、男子への相続を求める。 ストラスペイ団社区位は弟トレバーが継承して伯爵くら位と分離している。他方、女系継承可能なシーフィールド伯爵位をはじめとするスコットランド貴族社区位は11代伯の長女ニーナが相続することとなった。その長男の13代伯位案がシーフィールド伯爵区下限当主を務めている。かつての伯爵家の邸宅にはカレンハウスがあった。 現当主である、第13代シーフィールド伯爵、イアン・オグルビ・グラントは、以下の爵位を有する。フィンドレーター伯爵家時代の紋章。現在の伯家紋章はこのクォータリングにさらに、グラント家の家紋が追加されている。爵位の法定推定相続人は、現当主の息子である、リードヘイブン子爵ジェームズ・アンドリュー・オグルビ・グラント。ただし、死族長のジェームズ・オグルビ自身も翌年には、 エアリー伯爵位を得ている。この爵位も2021年現在、現存する。彼が新規に与えられた5つの爵位にはいずれも、両系男子に継承を認める規定が定められている。男くらいと同様に男子への継承を求める。順男爵位も弟トレバーへ相続されている。ありがとうございます。